はい、こんにちは、フライボーです。今日も鶴崎と見てます。タチウオですね、かなり入ってるんですけど、なかなか食いが悪くてですね、食ってこないです。この間ったタチウオをさばいてみたらですね、マコが全く色づいてなかったですね。小さくて、産卵のための接岸ではないみたいです。ベイト付きですね。だからベイトがシラスっぽい小さい小魚ですので、一番悪いパターンでなかなか来てこない状況です。で、今日も天野ですね。天野で、キミホテルはグリーンの37で、ラドルスティックの25をつけて、このパターンで今やってます。一瞬ですね、夕まずめ、日が暮れる一瞬のうち若干食ってきますので、その刹那なバイトを取ってですね、なんとかジョーカーを見たいと思ってます。頑張ります。今度はベイトタックルで、パワーライトミノ、パワーライトヘッド 20g ですね。これを使って、ワインドでやってみます。
ベイトはいっぱいいるんですけどね、時折下からタチウオが突き上げるんですけど、餌キビナゴには食ってきません。ベイトが小さすぎますね。ユーマズメの一瞬の時しか今食ってこない状況です。なかなか厳しいです。なんとか1本でもいいから取れたかったんですけど、ちょっと